幕僚長の自衛隊明記はありがたい発言、波紋広がる。防衛省制服組トップの河野統合幕僚長、おととい日本外国特派員協会で行われた記者会見で、安倍総理が憲法9条への自衛隊明記を提起したことについて問われ、自衛官と一自衛官として申し上げるなら、自衛隊の根拠規定が憲法に明記されることになれば非常にありがたいと思うと発言をしました。河野統合幕僚長はですね、憲法は高度な政治問題なので、統幕長の、幕僚長のですね、この立場で申し上げるのは適当ではないというふうに断った上で発言はしたわけなんですが、自衛隊法はですね、隊員の政治的行為を制限しています。この幕僚長によります自衛隊明記はありがたい発言なんですが、孫崎さん、これはどういうふうにお考えですか？幕僚長ということを除いてですね、はい、私今から2年ぐらい前ですかね、はい、あるところで、防衛省の、官房長までされた、はい、柳沢さんという、幹部の方 OB ですけども、この人と一緒に話したことがあるんです、はい、その時彼が、ね、私に向かって怒ったんですよね、はい、外務省っていうのは一体何考えてんだと、はい、集団的自衛権をもうね、やにぼに推進してるけれど、死ぬのは我々なんだ、はい、自衛隊を殺して平気なのか、そんなことを外務省が我々の前で率先してやってるのけしからんと、こう叱られたんですね、はい、ということはどういうことかというと、集団的自衛権やろうとすれば必ず犠牲者になるのは自衛隊員なんですよ、ということを考えてみた場合に、本当に なぜ今まで自衛隊員が海外の戦闘に巻き込まれて死ななかったか、それは憲法があったからなんですよね、はい、ベトナム戦争で例えばアメリカが行けと言っても、我々は憲法があるから行けませんというような形で行かなかった、というようなことを考えると、本当に憲法を改定して、そして自衛隊を海外で戦わせる、そのようなことが自衛隊のトップである幕僚長に本当にいいことなのかと、はい、ね、政治的な判断は言わないということを言っても、政治的なものが変われば犠牲者になるのが自衛隊員なんだから、ということで、私はそういう意味からこの発言は非常に疑問視してます。その今の孫崎さんの観点からしてみるとですね、はい、この河野統合幕僚長の今回の発言はおそらく、これまでの自衛隊というですね、存在ですよね、はい、いや憲法違反だとかね、はい、いや護憲だとか、はい、いろんなその意見がある、はい、そんな中で肩身の狭い思いをしてきたというものを、私は表現してるのかなと思ったんですが、私自身も、防衛大学校に7年いましたから、はい、肩身の狭い思いをしてきたという時代があったことは間違いない、はい、しかし東、日本のあの震災の後、はい、あるいは神戸の震災、はい、こういうようなところの自衛隊の活動によって、問題は条文がどうなってるかではなくって、はい、具体的な活動が何をしてるかで人々は判断してるわけですから、はい、その、貢献でもって肩身の狭い思いをするような時代ではないですよ。もうその時代は去っているということですね。だから問題は条文がどうなってるかじゃなくって、行動でもって今尊敬を勝ち取ってるわけだから、はい、条文云々という話ではないと思います、はい、確かに今ラジオ機の方の中でもですね、いや災害が起きる、地震だけじゃないですからね、はい、そうです、風水害とか、そうです、雪の害だと雪害とか、いろんなことがある、はいはい、そんな時に出動要請が来れば自衛隊の方たちがね、はい、この応援というか救援をしてくれる、はいはい、それでありがたいと思ってる方ですからね。だから、この川野さんが若い時に、はい、例えば税金泥棒とかって言われた時代はありましたよ、はい、でその時の自衛隊に対する一般国民の目と、現在災害で非常に貢献してくれている自衛隊の人を見る目と全く違ってると思います、はい、さあ、そして安倍総理、今月3日都内で開かれた憲法改正を訴える会合に寄せたビデオメッセージの中で、9条1項の戦争放棄、そして9条2項の陸海空軍その他の戦力は保持しない、この規定は残して新たに自衛隊の存在を書き加える案、これを打ち出しました、施行が2020年を目指すと表明しているんですね。
あと安倍総理の発言ですけれども、まあ、かなりその、どうでしょう、この意味合いという面において、いかがでしょう。本当に、はい、この、安倍首相の発言というのは、はい、今までの発言と全く違ったんですよね、はい、今までの発言は集団的自衛権のようなものを現行憲法ではできない、はい、だから改正しなきゃいけないというのが自民党の主流の流れなんです、はい、でこの安倍さんの考え方というのはこれそれと全く違ったのは、これ論文が出てるんですけど、はい、日本会議の伊藤さんという人が基本的な考え、この流れの安倍さんの考え方のを作ってるんですけども、はい、憲法を改正することが一番重要なんだと、だから憲法を改正しようとするといわゆる護憲派、はい、これが反対する、憲法を守ろうとする人たちが、はい、でこの人たちはどこで反対するかというと、9条1項2項を変えようとすることについて反対するから、はい、反対するものをさせないために、はい、そのまま今のまま置いとけばいい、はい、一回だけやれば、あとは何回でもできる、はい、だから今回は改正が一番大切なんだっていうことを言って、それに乗っかってるんですよね、はい、ところが実際の流れは、まあ、残念ながら米国が集団的自衛権で海外にできるようなことにしろということを言っていて、それを自民党は受け入れましたから、安倍さんの言ってることはどうも自民党の総意ではないんだろうとこう思ってましたら、はい、案の定早速自民党の方はこの安倍さんの考え方と違う流れが今出てきますよね、はい、まあ、この先だからそれがどういうふうにまとまっていくのかですよね、だから安倍さんのこの1項2項を残してっていうもので本当にいけるのかどうか、はい、ちょっと私疑問だと思ってます、はい、さてそして孫崎さんは今日のですね、国民世論のこの現状というのは、戦後レジームからの枠組みですね、の脱却といった文脈での改憲を支持していないというふうに感じてらっしゃるということですか。ちょっとご質問はあれなんですけど、私、戦後のレジームって一体何が悪かったのかっていうことを考えると、平和な国であって、世界第2の日本国になったわけで、経済的にね。敗戦でもううち完全に壊滅した国が世界第一の経済大国になった、はい、この流れっていうのは本当に悪かったのかっていうことをもう少し真剣に考えた方がいいと思います、はい、そういう意味でということなんですね、はい、さてそしてもう一つなんですが、こちらもこの国の在り方が大きく変わるかもしれないという、いやこれはやるべきだ、いやいやこれはちょっともう少し時間かけるべきだというのが、例のですね、組織犯罪処罰法改正案ですね、テロ等準備罪を新設するという共謀罪の構成要件も改めというですね、いろいろこの前置きみたいなのがつくんですが、正式名称は組織犯罪処罰法改正案、これがおとといの衆議院本会議で自民公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決されました、まあ、テロリズム集団あと暴力団などが重大な犯罪を計画して準備に着手した時点で処罰できるようにして犯罪を未然に防ぐというこういう目的があります。187の国そして地域が締結している国際組織犯罪防止条約、これを締結するのにこの法整備が必要と政府は説明しています。で、条約に入ると加盟国の間で捜査情報の共有などができるようになるんですね、孫崎さん改めてお伺いします。こちらいかがですか。本当にこの問題に特定した法律であったら、はい、それの是非は審議していいと思いますけれども、はい、これを言いながら実際にやろうとしている対象ってのはものすごい多いんですよね、はい、そうすると、言葉ですよね、はい、なぜやらなきゃいけないかという